アスカサバイのチャンネルです。11月の15日ですね、時刻の方は15時18分になります。今日火曜日か、火曜日ですね、はい。今日もバッチリ天気のいい、バンビエンからお送りしてます。ですね、昨日ねちょっと飲みながらね、動画をいろんな動画をね見てました。主にねラオスをねテーマに取り上げてるね動画を見てました。なかなかね面白い動画いっぱいあってね良かったんですけども、その中にね一つね墜落実績世界一のラオスの飛行機に乗ったっていうね動画があったんで、それをなんじゃこりゃと思って見たんですけども、まあなるほどねという風なね感じだったんで、今日はねラオスのね国内線のね飛行機のお話なんかちょっとしてみようかなと思います。はい。ですね、今現在ですねラオス国内はビエンチャン、ルアンパワン、パクセ、アタプ、この4カ所にね国際空港があります。でね、あとドメスですね、国内空港はねサワナケート、ファイサイ、ルアンナムタ、ウドンサイ、あとシェンクワン、あとサムヌアかな、この、2、4、6個ね、6カ所のね、国内空港、ドメスティックのね、エアポートがあります。でなんかね来年にはね、ボケをなんすかタイとミャンマーとラオス、ゴールデントライアングルですね、ここのね、位置するボケオ県にですね、新たに、まあ、中国のね、資本で、ボケオ国際空港っていうのがね一つ開港するらしいんで、まあ、来年にはね、11個目の、国際、空港、合計5つの国際空港と、6つの、ドメスティックのねエアポートがラオスに存在することになります、うん。でこのね国際、国内線なんですけども、今ねラオスエアですね、ラオス航空です、うん、とねラオスカイウェイ、この2社がね運行してますね、うん。でラオスエアは割とね大きな、なんすかね、例えば、ビエンチャンルアンパワンですとか、ビエンチャンパクセなんていうね、割と国内ではね、規模の大きな、うん、空港間を結んでますね。で、それに対して、なんすか、ラオスカイウェイっていうのはもともとね、ヘリチャーターでね、始まった会社らしいんで、で割と地方のね、ちっちゃい空港をね、まあ細かくね結んでいる、本当にねラオスの田舎のねちっちゃい空港って、ね、びっくりするぐらいねちっちゃいんですよ、うん。でここ本当ね飛行機降りるのってね、そんな感じのね空港もあるんですけども、まあそういうところにはね大概ラオスカイウェイが飛んでます、はい、うん。で2000年代初頭ですね、僕が初めてラオスに足を踏み入れた頃ですね、この頃はですね、ラオス航空ラオエアのね一社の運航で、当時はねなんか日本の外務省が、機材を指定して名指しして、危険度3とかっていうのをね警告してるとかっていうね、これ本当かどうかわかんないですね、都市伝説みたいなねそんな話がありました。で実際ね僕の知人がねビエンチャンバンコクをねラオエアで飛んだことがあるんですけども、なんかね機内に乗り込んで、まあプロペラ機だったらしいんですけども、まあアイドリングですかね、アイドリングしてる時なんか機内がね暑かったらしいんですね。でなんだこの機内暑い、エアコン効いてねえじゃんかとかと思ったらしいんですけども、だんだんこのペラの、回転数が上がっていくと、だんだんね涼しく、エンジンの回転数によってねエアコンの効きが強くなってくるのかと思って、でまあちょっと滑走し始めますよね。で滑走してこうわーっつって離陸すると、どんどんね機内のね温度が下がって快適になったらしいです、うん。でねどんどんね機内のね室温下がっていくんですけども、ちょっとこれ寒すぎでしょっていうぐらいね温度が下がったらしいんです。なんだこれってこれ
エアコン効きすぎじゃんっつって思って乗ってたらしいんですけども、そのうちあの雲にあの飛行機がねこう入ったら、機内がね真っ白になったんですってね。で結局ねあの彼が言うにはね、外気がそのままねダダ漏れっていうかダダ入りしてたと。してたっていうことですね。これあのジェット機だとねそんな、まあ、とてもじゃないけどそんなんじゃ運航できないけどこのプロペラ機だからねそのギリギリなんとかなったんですかね。うん、でまあそれぐらいのねポンコツがねあの飛んでたってことで、当時はねあのラオスのね、飛行機がおっかなくてね危なくて乗ってらんないっていうのがね当時の旅行者のねまあ、共通認識だったんですけども。で、この動画の中でね、なんかね、年間5回の墜落事故を起こした、ラオスの飛行機っていうのがね、航空会社っていうね、あの、紹介があったんですけども、これね、あの、ちょっとね、あの、人様のね、あの、動画にね、あの、なんせつけるわけじゃないんですけど、ラオス国内のね、民間航空機の墜落事故っていうのは、2013年、ほぼ10年前ですね、の10月の16日に、ビエンチャン発パクセイ機、ラオス航空の301便がね、ランディングに失敗してもう一回こうなんですか着陸をやり直そうとしたところで本来そのまま落ちちゃったっていうあの魂事故がありましたね。でそこからねもう10年近くはね民間航空機が、ね、落ちたって話は聞いたことありませんね。でその前もねそんな飛行機落ちた話は聞いたことないんで多分これはねどっかのね都市伝説的なものをね拾われたんだと思います。うん、であとねまあ一つね、その方の動画の中で、ね、ラオスカイウェイっていうね格安航空っていうんですかねラオス国内のラオス航空よりもねちょっとチケット安い航空会社があるんですけども、そこがねメインで使ってる機材がね中国製のプロペラ機 MA60 っていうのがね使ってるんですけども、この MA60 がね同じく2013年ですね4回まあ世界各国でね4回ねインシデントを含む、ね、事故をね起こしているということでですね多分年間5回のね墜落っていうね情報発信をなさったんだろうなと思います。うん、でこれでね僕何を言いたいかって言ったらそんなねラオス、まあ、確かにラオスはね後発国でいろんなことは立ち遅れてますけれども、そんなにねホイホイね飛行機がね落ちるようなことはありません。うん、でどうだろう、そのラオスカイウェイ使うとね例えばこの間10月の頭に僕の知人がねビエンチャンシェンクワン飛ぶとかっていうのでねいくらつったっけな、片道ね5、6000円だったかな。うん、そんな感じのねあの値段でピョーンとねビエンチャンからねシェンクワンまで多分ねフライト40分から45分ぐらいだと思うんですけども、まあ、そんな感じでね、移動ができます。であとね、ビエンチャンのね、日系企業にね勤めてる人なんかね、なんだろう国内の出張なんかはね皆さんが国内線を使ってね移動してるんでこれはねまあまあね問題なく運行すると思うんで、これからねラオス旅行いらっしゃる方もね、まあ効率よくね各地を回ろうと思ったら、まあ、飛行機が特にねラオスエアラオス航空はねそんなに安くはないんですけど、ラオスカイウェイのね方はね結構ね値段が安お手軽な価格で飛べるんで、ご利用してみてはいかがでしょうか。うん、まあ、こんな感じでですね昨日見て動画を見ててねチラッと思った、ラオス雑貫の動画でした。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。